皆さんおはようございます。私はこの磯田康夫ですね。はい、71歳に今年になります。66歳の時に外国大学行きまして、69歳の時には英検1級合格ということで、現在はこの、英語系 YouTuber で動画作りながら、いろんな企画やってね、英語力アップということでやっております。すべてこれ社会貢献で作ってますのでね、全部無料です。ボランティアでやっておりますのでね。で、他のね、ボランティアの先生方も協力を得て、いくつかの講座をやってます。ちなみに、今度の日曜日、明日ですよね。明日の夜7時から2級講座を始めます。ね、2級って一番こう基本になるところなんですよね。ここがしっかりしてないともう上はいけないということで、逆にここをきっちりクリアしたら、まあ一応もうこれで大体中高校の英語、一番基本になることをできてるということで、そこからあとはもう上へ行けますよという、それが一番大事なところが2級ですのでね。で、初級、脱出講座っていうんですか。2級を目指した初級脱出講座というのをね、久米川先生が明日の夜7時から得られます。でちなみにその動画はメルマガ読者には限定配信出してますのでね、もしそれをね、見ることはできないけど動画でやったらついてくれる、ライブやなしに動画でやったらという方のためには必ずメルマガ登録とこの動画登録と2つしておいてくださいね。そうすると見ることができるようになりますのでね、お願いいたしますということで、それは言ってるんですよね。でここのとこ準1級の私講座やってるんですけども、で英作文のテーマ出して、帰ってきてます添削にね。でそれ見ますとね、最初にパラパラパラと来るのは、結構、合格ライン、みんな合格ラインの内容のものが来るんですよね。土曜日が締め切りなんですよね。土曜日です。締め切り間際にパラパラパラ来るのはね、はっきり言って、ちょっとね、ちょっと厳しいよね、合格ラインはというのがパラパラ来るんですよね。それ見てて分かったんですけど、やっぱり結構こう、サラサラと書いてすぐ出せる人っていうのはそれなりの実力があるので、合格ライン出せるけど、なかなか時間かかって出てこないという人のはやっぱりちょっと合格ラインにちょっと到達してないなという人たちが戻ってきてますね。でまあそれ見て感想なんですけど、まあ昨日も言いましたけど、要するに受け身つくわじゃダメというのもあれやないけど、もう基本的に受け身は使わないでくださいね。能動体で書いてくださいね。英語は能動体ですから。ということが、言ったことなんですけども、それはそれとして、さらにね、ちょっともう非常に気ぃつくますのはね、英語ってね、単数複数を非常に厳格に分けるんですよね。で、これができてないんですよ。日本語に、単数複数っていうのはあることはあるけども、そんな厳密に我々が使い分けてるってことはないですよね。普通にも単数で言って複数も含まれてしまうっていうのが日本語ですから、単数複数を厳格に分けるという感覚がないんですよね。ところが英語はもう、いわゆる普通一般の名詞、ね、に対しては必ず単数複数を分けるんですよ。でそれとあといわゆる物質名詞っていうのがありまして、これは一つにこう形として分かれないものですよね。例えば、水とか牛乳とか霧とか、そういうなんかモヤ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 としてて1個2個と数えられないものですよね。そういうのを一般に物質名詞って、文法用語で言うんですけども、それとあと抽象名詞っていうのがありますよね。抽象名詞って例えば愛とか勇気とかね、そういうものは1愛2愛とかそんな言い方ないですよね。ですからこれは単数複数の概念で分けることはできないんですけれども、必ず普通のこの物質名詞に対しては単数複数、そして分けられないものと、そして抽象名詞というその概念をはっきりと使い分ける必要があるんですけど、もうそれがもう相当ずさんなんですよね。ずさんですね。ここがね、やっぱり英語と日本語の違いで、そこのところは多分ね、中高校できっちりそういうことは習ってるはずなんですよね。習ってるけれどもそれが身についてないというか、書く時になるともう忘れてしまう、そういう感覚ですよね。つまりかっちりと自分の身についていない単数複数の仕分けおよび抽象名詞がね、そこを日本語にないところだからね、仕方がないんだけれども、そこは意識的に絶えずやるようにしてほしいですよね。でそれとあと非常に感じますのはね、準1級の方結構講座に来られる方ってはっきり言って結構英語力に差がね、上から下まであるんですよ。結構ばらついてる。で特にこれちょっとまずいよなっていうのを感じるのは何かというとね、英語の構造がしっかりした
形が理解されてないんですよね。英語って構造によって、意味が決まる言語なんですよ。そこが日本語と違うところなので、しっかりとした構造で書かないといけないんです。それは決してそんな難しいことじゃないんですよね。一番英語の基本は主語、動詞、目的語のこの SVO が一番基本なんですよね。まあそれにちょっと変形して SVOO とか OC とか SVC とかがあるんですけれども、たった5つなんですよね、基本形態。これはまあまあ順次やりだしたらこれでまず最初そこから入っていて、英語の構造ということから入っていくつもりでおりますけれども、その英語の一番基本構造をきっちりと知ってほしい。たった5つしかないわけですからね。でその5つを使って簡単に組み立てていけばいいだけのことなんですよね。ところが日本語の方にはそんなこんな簡単な5つの構造がないために、日本語で発想するものだから非常にわけのわからん英語を作ってくるんですよね。で、まあ、たまたま私は日本人だからこういう意味で書いてきてるんだろうということはわかるんだけれども、これ仮に英語人が見たら何のこっちゃわからんような英語を書いてくるんですよね。なんだこれって言いたくなるような。でそれは日本語で英語を無理に作るからこういうふうになっちゃうんですよね。要するに英語ってもう簡単に書けばいいんですよね。その5つの文型を使って簡単にすればいいんですよ。だからね、別に英語って難しくないんですよ。その複雑なことするなっていうのよね。もうごくごく簡単にやらせればそれで OK なんだから、それをこう組み合わせていって論理展開するだけのことなんだからね。逆に日本語でずっと楽で便利なんだから、そっちをきっちりとその構造というものをね、たった一つしかないわけですからね、その組み合わせをで、表現する。つまり日本語の方はそういう形になってないからね、そこで多分つまずくんだよね。だから日本語の表現でわーっとなってるのをきっちりとしたこの3つ5つの形の組み合わせに持っていって、優しく言い換えればいいだけのことなんですよ。日本語の複雑さをね、日本語の複雑さを英語の簡単な単純な形に持っていくという、ここが肝心なとこというか肝というか一番大事なとこやなと思う。それができてないからね、意味不明な巨大な英文がバラバラバラって並んできても困るんだよね。こちらどう添削していいか困るんだよね。単にちょこちょこっと文法的な間違いだけやったら簡単に訂正できるけども、その構造的な間違いでぐちゃぐちゃなの持ってくれるとね、もう全部書き直さなしゃあないんですよね。そこを分かってほしいなというのは、A さんの文を添文した訂正しててね、感じることです。ちなみに A さん文のこちらへ出していただくのは結構なんだけれども、必ずワードで書いて Gmail アドレスのところへワード添付で送ってくださいね。でないと添削のしようがないんだよね。中にこのメルマガに返信で送ってくる人いるけど、あんなことされたらもうこっちやりようがないからね、必ずワードで書いて Gmail に添付して送ってくださいね。はい、そういうことです。それとあと単語の試験もやりますのでね、やります。でこの応募者の出る順なんとか、こんなんね、はっきり言ってあんまりにも幼稚すぎるよね、この単語ね。これ知らないって言ったらね、もうニュースも聞けないし、新聞も読めないよね。もうこれってもうむちゃくちゃ重要単語というか、基本単語なんですよ。もうはっきり言って、これはもう 100% 完璧にできていないと、お話にもならないですよね。だってね、何にもできないですよね、ラジオ聞いてもわからない。特にね、ニュースなんかでもそうなんですけれども、知らない単語なんて何も聞こうことで聞けるわけないんですよね。知ってるからこれ聞き分けることができるわけで、だから知ってる単語を増やさなきゃいけないということは、大体ニュースの英語って7000語ぐらい、本当はもっといるんだけどね、7000語ぐらいやったら、まあ9割か8割ぐらいのところは、分かるようになりますのでね。最低限これはもう完璧にしておかないといけません。ということで、今度からテストもやりますからね。はい。出てきてくださいね。大体こんなもん基本的にね、こんな単語帳に頼るっていうのも、そこがもう間違うでね。もうそこが態度悪すぎんねん、私に言わせたらね。もう基本普通に本読んでたらこんなもん知らん間に全部マスターしてるはずなんだよね。少なくとも。そういうレベルまでやっておかないとダメで、こんなもんをいちいちやって、その何点取れるんだってやってるという、もうその時点でもう、はい、せっかくって言いたいですよね。もう、そんな、こんなもんやるなっちゅうねん。それはなしに、普通に読んで、本とか新聞とかいっぱい読んでて、知らん間に身について、ああ、こんなんみんな知ってるわ、ぐらいのレベルにならないと、
もう全然話にならないということなんですよね。ちょっと厳しいこと言うたかもしれませんけれども、まあ、だってそんなんが当たり前なんだけど、私こんなん使ったことないもんな。使ったことなかったよ。まあ、で、いろんなもん読んでたら自然と全部、マスターしちゃったもんね。でもこのっていうのはそれぐらい頻々と出てくる単語なんですよ、これは。だからこれでわざわざやるほどのものでもないんですけれども、でもきっちりとね、こちら講座としてやるためにはやる必要があるので、これをやって、きっちりテストもやっていきますので、頑張ってください。